はい、始まりました。YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。そして兄貴が編集するポッドキャストをお聞きの皆さんもこんばんは。今日は、14じゃないか。だいたいそれぐらいです。14だと思うよ。だってもし13だったら、13日は金曜日ですねっていう、あ、なんか言いそうな気しない。そんなに、それ、ママさんの次第じゃないですか、ね。まあいいです。まあ、進みましょう。今日はですね、実は、プロレスのネタをまた一発やろうと思って、まあ、来月ね、11月の3日に、ピアゴ大和店さんで、試合があるんですけど、すごい、観客すごいことになりそうですね。まあ、それ以降もですね、まあ、できたらですね、12月の25日に、はい、個人でね、クリスマスでね、試合ができたらいいなと思って募金を呼びかける動画を撮ろうと思ったら、なかなかのビッグニュースが飛び込んでまいりました。ほう、まずはさらっとクリスマスの話をしますとですね、できたらまだね、施設長さんにまだ行ってないんだけど、去年もやった、クリスマスにプロレスをやろうぜっていう企画で、募金を集めたいと思います、はい、一口1万円でございます、なるほど、まあ、できたら、ね、パチンコで勝ったとか、まあ物理的にね、ね、そういう人がいたらぜひね、でそんなお金ないよっていう人はね、ちょうど25日が日曜日なんで、ボランティアスタッフとして、参加していただけると非常に嬉しいと思います。それで、まあ、講座とか、まあ、ここで行ったところで、まあ、始まらないので、とりあえず、俺の店にね、電話していただけると、そうです、ね、詳しい概要をお話します、はい、電話番号は、0586-43-2408、43-2408、夕方の6時以降に電話いただけると、はいはい、なるほど、まあ、ちょっと脱線するんですけどね、子ども食堂もね、突然金曜日の夜8時とかね、金八先生がやってるあのゴールデンタイムですね、飲食店と本当ゴールデンタイムですよね、はい、ああいう時にあの寄付のね、はい、差し入れというか、はい、食材を持ってきましたって突然来る人がいるんですけど、本当忙しいんでやめてくださいっていうね、まあ、ね、やっぱそういう方には馬場さんも対応したいですよね、ちゃんとね、で、まあ、できればね、いい話なんだけど、ちょっと考えてもらいたい、飲食店が忙しそうだなって思う、はい、自分たちがご飯を食べる時間帯をちょっと避けていただけると非常にね、確かにいいことしててもそこがちょっと俺の中ではしんどいよっていう人もいます、まあね、馬場さんだって心でお返ししたいけどね、それもままならないですからね、そうバタバタしてるね、はい、なので、でですね、今日、まあ、ある市会議員さんからお電話をいただきまして、はい、何じゃろうと聞いてみたらですね、なんと産業体育館の話がついにできました。おプロレス、それは建て替え、建て替えもそうだし、その前田のせいちゃんがね、まあ、商店街の範囲内でね、あそこね、ああそうだ、だから商店街のその権限とかもなんとかうまく使ったりとかして、なんとかね、この昭和でね、40年代とかね、30年代なんかにね、この繊維が栄えた頃、プロレスの興行が来て街が盛り上がった、あれをもう一度あの産業体育館で味わいたいというね、なるほど、せいちゃんからのこのリクエスト、うん、実際に俺もね、昭和55年の9月にね、はい、2学期が始まってちょっとするとね、プロレスが来た、全日本プロレスが来た、ハリー・レイスがね、チャンピオンで、ミル・マスカラスがチャレンジャーでね、あー、今でも、うん、あったね、で、今でもね、YouTube とかあります、当時の一宮の市民がね、なんか清水健太郎みたいなね、健太郎勝ったって当時言われてたアイパーみたいなのをかけたおじさんがいっぱいいますね。ああ、そうなんですか、それは繊維系の方が多い、そうです、そうです、であとはサザエさんみたいなね、こういうモコモコ昭和ですからね、昭和ですから、で野球帽をかぶった、で当時少年だった俺がね、ハリーレイスとかにね、ブーイングとかないんだけど、はい、なんかめっちゃなんか叫んでたね。ああ、それも YouTube で見えるの？
まあ俺の姿は見れないし、なんか当時みんながエキサイティングな状態。ああ、僕印象だとあそこは大分敦史が来たって印象ですね。ああ、そうですね。90年代前半だったかな、FMW さん。行ったところに対してポスター貼ってありましたからね、うん、そんなイメージですごく。その頃で、もうちょうど俺、あれ、一度には出ちゃってね、あでいなかったんでね、ちょっとその辺は知らなくて残念なんで、はい、帰ってきた時に、確か湾岸戦争があった時に、たまたま一度目で帰ってきたら、なぜか前日さんがまたいて、当時、湾岸戦争、パトリオットっていうね、マスカのあれを場外で大暴れしてた、ね、あれ面白かったね。なんかでかい2メートルぐらいの大男がね椅子ぶん回しながらこっち来るんだよ、超怖いじゃん超怖いですよ。でもさ、それが面白いんだって、あの場外ランタンって。で俺の友達とかもさ、俺を盾にした、お前が盾になれとか言って今でも同級生だと、あの時お前俺を盾にしただろうって。なるほどなるほど。パトリオットの椅子攻撃に盾にしやがって。死ぬ死ぬ死ぬ。でもそういうね、まあ、楽しい思い出がね、やっぱ三体にあるんだよ、ね。はいはい。でその産業体育館で、まあ実は来年の3月31日をもって営業は終了してしまいます。その後はまあ中にある事務所とか引っ越ししたりとか、まあ、あと取り壊しの作業とかに入ってくるんだけど、はい、まあそれまでになんとか試合がやりたいって言ったら、最後の31日でもやらせてくれって、そんな話で、まあね、春休み中だから ね子供は集まるかなとか。確かに。あれ3月31日なんですか、本当に締めにやるの試合。いや、それが今度、まあ、決まってない、うん、今度の火曜日の、はい、2時に、指定管理課っていうところがあって、はあはあ、で指定管理課、一宮市の指定管理課と、うん、あと管理している会社で浜田スポーツさんってね、うん、ここは海老沼さんって過去にね話した人がいるんだけど、海老沼さんはボクシング好きなんだけど、はい、まあ、年代的に近くてタイガーマスクのね、初代タイガーマスク大ファンだとかね、意気投合しちゃったりとかね、はいはいはい、ね、なんでぜひ実現したいですね、なんてね、だから春休みのなんか楽しい思い出になんかこうプロレスが、いやいいじゃないですか、ぶつけれたなって思うんですけど ね、でもこんなになんかちょっとストーリーのある話だとね、なんかドキュメンタリーですよね。そうですね、本当にね、なんかぜひ実現したいんでね、そこにはやっぱりねお金も必要ですからね、皆さんね。確かに、でもそうですよ、本当に、ね、いやでもね、本当ね、もうその頃が一番お金ないんだよね、 NPO として。あ4月に入ると新しい助成金が来るんだけど、そうか、その時は確かに一番ね、うん、そこをついて使ってそこをついてね、3月でしょ、一番金ねえよ、4月入りゃね、助成金がね新しく来てね、また運営費が潤うから、そこからまたね、はい、回してきるんだけど、スポンサーも募りつつ、はい、ね、どうですかね、何試合ぐらいやるかな、まあ、できたら4試合に、うん、1人全日のレジェンドとかね呼びたいです。いやでも来てくれないことはないんじゃないですか、うん、そのエピソード的には素晴らしいエピソードですよね、うん、そうなんです、だからね、何か呼びたいなっては思ってるんですけど、これがこれなんで、まあ、でもまあ、そこの話ですよね、そこの話ですよ、うん、で、この間、岐阜に行って、うん、いじめ撲滅プロレスって、はい、そういうプロレスイベントがあって、はい、いたんですけど、そこね、すごいよ、うん、なんか俺たちは、うん、本当、寄せ集め感たっぷりのねプロレスやってるんですけど、そこはもうちゃんとねお揃いの青色の T シャツを着てね、まとまりがいいお行儀もいいし、そうなんですか、俺たちも本当なんかね、言うてもよしきとかや、まあ口パー開けて、まあでもそれはその良さがあると思いますなんで僕はですけどね、お行儀が良ければ全ていいかって、そうでない、いやでもね、
できればああなりたいです正直者ですね、はい、お前が結構魅力的ですわ、そのなんか、うん、いい意味で雑な感じがねねえ、向こうがなんかさ、ローマ十字軍みたいなのに対してさ、はい、こっちはなんか原住民のさ、パンツ一丁で槍持ってるみたいな感じなんだよねまあもうゲリラ的でしたねパルチザンって感じだったもう本当ね、はい、困りましたね。なんでできたらね、その3体でね、はい、やる試合は、ぜひ皆さんに協力してもらって、はい、なんかお揃いの T シャツなんかも着れればね、でもね、ドレスコードみたいにね、うん、なんか着てきてくれたら何かね、お貸しあげますみたいなね感じで、一色に揃えれたら楽しいですかね。そうだね、なんかね、できたらいいですね。いろいろ夢は膨らみますね。うん、なんでだってね。でも言うても3月だよ、はい、もうすぐだよ。すぐですよ。困ったよね、まさかこんなに早く壊れるとは思わなかった。いや。ぶっ壊すの早いよ。もうちょっと待ってろと。ぶっ壊して綺麗なのがまた立つね。うん。綺麗な産業体育。うん。綺麗な産体は多分2階建てで2階が体育館になるから、リング運ぶのめっちゃ大変だと思う。なるほど。なのでできたら今のうちに産体でやりたいなって思いますけど。いろいろ大変ですね。全部たまんですよ。全部乗り越えてきた技ですよね。簡単に言っちゃう。もうそんなにね、奇跡を起こせないですよ。もう奇跡の安売りばっかりでしたもん。こうなってくると。奇跡を毎回起こしてるんですけど、まあそうそうミラクル続かないですからね。手堅く送りバントしたいですね。そうですね。送りバントですか。もう塁にいる状態だから。セーフティーバント。振り逃げばっかりですからね、いつもね。振り逃げして何とか出塁してますじゃあ、ね、キャッチャーすれすれでバットを振るしかないですね。そうですね。もうね、できたら向こう落ちる球を投げてきてくれると思いますから、振り逃げしやすいですからね。そうですね、はい、まあ、なんとかしましょうということで、はい、まあ、兄貴が怒る時間までちょい余裕がありますが、今回は、はい、3体で試合がやりたいので、はい、大会名はもともと決めてたんですけど、はい、アメリカの WWE っていう団体があって、世界で一番でかい団体がやる春の大会が、はい、レッスルマニアっていうのがあるんで、それにパクって一宮マニアみたいな感じで一ミニアっていう名前にしようぜっていう話をしてきて、はいはい、ぜひ一ミニアやりたいと思います。皆さん、ご協力をよろしくお願いします。ね、はい。じゃあ、それでは兄貴、ポッドキャストの編集をよろしくお願いします。はい、お願いします。お疲れ様です。